8時からなんですけど8時にあと1分でなりますこんばんはお疲れ様です今日は日曜日なんですけど8時になりましたということで自己紹介をしますはい NGT48 のテニス少女みんなのハートにナイスショー ありがとうございますあなたの隣までアドバンテージおじやし出身1歳高校二年生の天真爛漫に咲くひまわり少女ことおさらです小宮山さらですよろしくお願いしますナイスショットサービスですおさらがいっちゃん可愛い,いよもありがとうございます可愛いいっもありがとうございますはい今日はメイクをもうしたんですけど間違えたメイクをしています 理由は特にないですでもメイクをしていますはいこんばんはあ昨日のおしゃべり会ありがとうございました昨日はテラピと二人で双子コーデをしたんですけどどうでした見てくれましたかね来てくださった方はもちろんあのえー とインスタとかツイッターとかメールとかで見てくださった方はいらっしゃいますでしょうかもわかんないんですけど見てください頑張ってくださいありがとうございますこんばんはおしゃべり会ありがとうございました昨日の6部7部でおしゃべり会をさせていただきましたありがとうございます 電波がそうあのね完璧にこちら側の電波があの1回止まってあのー、場所をね借りてるんですけどあのー、そのね場所の w i f i が全て切れてあのー、その場にいるみんなのあの喋り会が止まってしまったんですよ。本当にすみません マジでごめんなさいもうほんとにね最後の方の時間ラストぐらいの時間だったんですけど止まってしまった方ホントにすみませんもうほんとに完璧に NGT 側です悪かったのが電波とてもかわいかったありがとうございますそう昨日は双子コーデをしたんですけどそうなんですよでもね双子コーデっぽくない 上から見た？そう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 運営さんにそう運営さんが悪いです <laughs> なのでねもうこれ Wi-Fi 切れたって言ってたんでもう普通にみんなが多分あると思います振り返りこんばんはまあ、ちょっとねあんまり家あのあれですけど。 サラちゃんカラーだったねそうです緑だったんですいろいろ候補はあったんですけどそういろいろね双子コーデのね候補はあったんですけどあのシンプルめでコーデにしましたクリアありがとうございます今日もメイクはバッッチリ今今日日ははメイクをバッチリです今日は何してたのさらちゃん今日はえー、っとなんか 昨日昨日なんか結構気絶のように寝てしまって、あの、なので今日は、あの、足が、そう、すごかったんですよね。そう、あの、今日は、まあ普通に、あの、ダラダラ過ごしたでということで、クリアありがとうございます。あの、昨日はもうね、あの気絶のように寝て、なんでかっていうと、なんか、足がね、 <laughs> 痛くていや違うそういうくじいたとかじゃなくてたまにあるじゃないですか足がキーンってなる痛みをずっと発していましてなのであの寝ましてそしたら普通にあの一日が半分過ぎてました「やい!」「足がどうしたのいや別にそんなねあの痛いとかじゃなくてなんて言うんだろう?」 なんか痛いかったんですけどもう大丈夫になりましたそう成長痛はちょっと面白いですふくらはぎなんで <laughs> こんばんはイエーイだけどそうなんですよなんです昨日は普通に寝ましてもうなんて言うんですよはいあのもうスッて寝ました こんばんばは今日のメイクいい感じ今日のメイクはうーん普通です <laughs> いやでもリップがピンクですイェイピンクマンあとはキラキラしてます寝たら治る子うーんもう一番の薬は寝ることです今日の夕ごはん食べ今日の夕ごはんは栗ご飯でした おばあちゃんが作ってくれて、ママがあの持ってきてくれてあ難しいですね。おばあちゃんが作ってくれた栗ご飯を食べました。美味しかったです。すごい美味しいです。でも本当栗ご飯はもうさ。この時期しか食べれないから嬉しいです。あ、栗ありがとうございます。栗大好き！栗ご飯大好き！あと。 さつまいもご飯も好きですこの季節は栗とさつまいもです秋を満喫しすぎていますはいもう大好き栗ご飯羨ましいいいな本当。すっごい美味しいんだよねそう10月18日のお話会参加しますよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いします 季節を楽しんでるねいや本当に秋はもう美味しい食べ物がいくつもあって栗ご飯もあるでしょさつまいももあるでしょあとは梨私は梨が大好きハートありがとうございます栗もありがとうございます梨でしょ梨と栗とさつまいもがあれば秋は最高なんですよはいもうちょっとしたら柿が出るのかな柿って冬わかんないけど 大好きでーす。うん、全部好きだけど、秋はなんて言うんだろう。あれが、あの果物がすごい豊富。ハート百個ありがとうございます。梨大好き。柿も大好き。果物だったら。夏はやっぱり私の大好きなメロンがね、あのいっぱい出てくるんですけど、やっぱ秋も。 やっぱあだと桃ね桃クリアありがとうございます桃桃と梨と柿が好きです秋秋だよね,ね桃って春わかりませんけど多分これぐらいの季節だった気がしますクリアありがとうございますもうね梨は食べたんですよ しくおばあちゃんちでめちゃめちゃ食べたんであ桃は夏なんだ <laughs> 確かに食べたな7月とかえー、でも桃も好きなんですけどダメですか秋に食べちゃうあっ違う違う秋に育ってほしいだけど夏は私の中ではやっぱ果物というかデザートを占めるっていうのがメロンで なのでまあ結構ねメロンが主役になってしまうんです夏はだけど秋は誰が主役にもなれない柿と桃じゃ桃じゃない柿と梨が好きイエイエイエイそうでも梨の方があのめっちゃでも柿とえー、柿くれないかな誰か近所の人とか <laughs> 果物大好きです果物だったらもう永遠に食べてられますよね 葡萄も好きです。ドウはなんか、あれ、種が、でっかいやつ。でっかいやつが好きです。ドウもね、好きです。夏の主役はきゅうりだよ。きゅうりか。きゅうりも好きです。<laughs> シャインマスカット。シャインマスカットは、あの、好きなんですけど、そんなもう食べれるもんじゃないんで <laughs>。 そうあのー、あんま食べない食べれないはい巨峰だっけそれがなんかおばあちゃんちによくあるんでしたでも結構前にもない秋なんだけどってかぼちゃかぼちゃは大好きですかぼちゃはかぼちゃとさつまいもの天ぷらが好きなのでよろしくお願いします初見ですいらっしゃいませー バラありがとうございます。あの、本当に高いじゃないですか。果物ってか、シャインマスカット。やばいよ。でも、食べた時の美味しさは、もう、値段に値するぐらい美味しいもん。栗ありがとうございます。ぶどう狩りがいいですね。ぶどう狩り行ったことない。あれはある。いちご狩り。あま、全然季節関係ないんだけど。いちご狩り。 テラピーの季節そうだねかぼちゃの季節ですだってハロウィンがあるしね来月おーもう26日やかほぼ来月1ヶ月後ハロウィンですでもハロウィンってさ正直どうやって楽しむのが一番いいんやろどうやって楽しんでますなんかか誕生日はまあケーキとか まあ食べるじゃないですかプレゼントもらったりとかあるじゃん。でクリスマスはあのー、あるじゃん普通にサンタさんが来ますよってじゃじゃじゃそうじゃ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 そういうことじゃなくて <laughs> おしゃべり会はあ,るありますよね。 違う違う違う普通に生活をしている行事としてハロウィンはどうやって楽しむのが一番なのかなだって私アイドルじゃなかったらあの仮装はしませんし <laughs> 仮装はしないし夜道も歩かないしお菓子ももらいに行かないしそうだから難しいケーキを食べるってわけじゃないじゃんね。難しいだから結構 大変ハロウィンどうやって楽しむでも楽しみたいじゃん。ハロウィンっていうのはさ。ハロウィンは楽しみたいもん。街中で騒ぐ。ああね。<laughs> 確かに。いいね。<laughs> いいね。日本人とハロウィンっていまいち。じゃあハロウィンってさ、なんか昔はなかったよねみたいな感じでママとかも言ってて。 ええ、へーそうなんだと思って。確かにハロウィン、やいってなったのは、あんまりね、そうだよね。そう。どうやったらいいかな隣の人んちとかにお菓子もらいに行っていいんかなダメでしょダメよ。<laughs> お部屋の飾り付け。確かにね。はは。お菓子くれないといたずらしちゃうぞ。だって。お菓子あげなきゃじゃん。 お菓子もらいに来たよ。あ全然もう、もらい級もらいく都会のハロウィンは怖い。<laughs> よくテレビでさ、しててここ数年いや。行ったことはないけど <laughs>、ハロウィンのね、あの、東京とかでしょう。行ったことはないけど、ハロウィンの時とかに。でもすごいよね。<laughs> コスプレをすごい。仮装だらけ。 こんにちは。パリピ。パリピなのかハロウィンの主人公は。パリピか。いや、なんか、すごい、なんか、大人がや、なんかやってるなって思ってたんですよ。ハロウィンはもはやコスプレ大会。まあ、そうだよね。自分じゃない人になりきるってことなのかな。お菓子いらないのでいたずらしてください。 お菓子あげフフフフ渋谷スクランブル行ってみやだやだ渋谷でしょわかる怖いよね栗ありがとうございますハロウィンのコスプレってホラー寄りだよねまあそうだよねなんかハロウィンってさなんか聞いたことあるなんか悪い子がちょいちょ悪い子なんかすごいいたずらっ子みたいな子が天国にも地獄にも行けなくてみたいな。 感じだよ、ね、だからだよよねねからそうだるまさんありがとうございますだからみんなでも学校で確かに小学校とかいや学校ではやってないわ友達とかとすごいなんかキズメイクとかした覚えはある幼稚園じゃないや小学校とかしたけどなんか面白かったから無理 <laughs> できない こんばんは。後ろの飾りはハロウィンそうです。お化け。ハロウィンなんて好き。トゥルトゥトゥトゥル。トゥルトゥトゥトゥル,トゥル,トゥルト。ハッピーハロウィン。え、あの、ハロウィンっていう単語をハロウィンナイトで覚えた。H-A-L-L-O-W-E-E-N っていうので、ハロウィンの単語を覚えました。 新潟の某場所でハロウィンやってます嘘 <laughs> 嘘かハロウィン公演ありますかわかりませんハロウィン公演ねやりたいけど前の日がコンサートだからねどうだろうこんばんはえめっちゃ目がお猿さんありがとうございますまあまあハロウィーンはまだあと1ヶ月後ですからね ハロウィンはもう1ヶ月後ややばいやばいい夏だと思ってたのに秋ですからねみんな大丈夫かなさらは大丈夫じゃないよもう冬じゃん英単語は歌で覚えるのかそうです a h a l l o w e e n 綺麗だよ」っていうゲストありがとうございます滝メッセでハロウィンナイト歌うかなハロウィン わ<な> <laughs> かんない10月3日アルビバスケ行きますだってありがとうございます待ってまーすイエーイまだ半袖短パンやでそれはすごいワンツースリフコレクションで覚えたなさあ9月って終わるの早くない ?9 月、うん、まあ確かに。 いや、何月も早いんだけどさ、なんか言うやん。そう、なんだっけ。そう。九 <laughs> 月は。九月だよね。九月は。うん、そうかもしれない。九月。 最近は秋ががなくてあっという間に冬が来るよね確かに暑い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 寒いって感じだもん暑いよ暑いよってなってたら寒寒寒,寒寒寒寒ってなるもん雪降ってなのにビンゴになると言えなくなるうんどんなコスプレ持ってるのどんなコスプレ今までにしてきたやつは うーんあんまコスプレしたことないんですけど。え <laughs> なんだろう何したっけウォーリー <laughs> ハロウィンじゃないけど。ハロウィンじゃないのにウォーリーしました。5月。とか、あとは、なんか、アジア系の感じ。 なんていうのかかなあと囚人 <laughs> 囚人のコスプレもしたことあるしそれぐらい <laughs> もう新潟コート着てるのいやーそれはもうまだですよまだだよ <laughs> まだ暑いです新潟暑くはないかでも最近あのー、普通にねバンダイに お買い物しに行ったんですよ最近っていうかもう昨日なんですけど昨日テラヒナとバンダイ歩いてて <laughs> バンダイ歩いてたらすごい緑のパンツとかあのズボンとかあと緑のねなんかカーディガンとか緑の服とか緑の帽子とかかぶってる人いて「え緑ブーム?」って思った。 お猿さんと綺麗だよありがとうございますそうしかも私も緑のズボンをもうあの注文したんですよえやばはやりに乗ってるって思われるって思ってちょっと面白かった緑はやり昨日バンダイにいましたよだって公園とかあったもんねテラピって優柔不断うんそう そうテラピーは優柔不断ブーン来てる <laughs> 今日もおでこが可愛いおでこあそうなのか今年秋冬のトレンドわかる緑でもなんかいろんな緑の種類があって薄かったりとかうんなんか「真緑!」っていう緑の人もいたりとか。 パステルグリーンみたいな感じの人もいたりとか、いっぱいいました。でも緑の帽子欲しいなって思いました私。そう探します。みんなサラタン推し、ああサラ押しなのか。そういうことね。双子コーデで買い物してたのか。違います。テラヒナはあの双子コーデじゃないやつ。私は家からあの服で行ったんですけど、あのもうテラヒナがあの絶対にその服で来ない。 っていうことを祈ってあの <laughs> 私は双子コーデの服で行きましたバラありがとうございますあ皆さんぜひ TikTok 見てくださいてらひなと二人で撮りました二人で買い物行ったら何も買わなそうえー、そう私あ昨日はてらひなのあのー、誕生日プレゼントを買いました しかも去年の去年ここ17歳のフフッイエーイあの写真はフライングいやそうやねんあげた瞬間に気づいて「えテラヒナあげてるよ」って言ったら「はっ!」ってなって <laughs> でも今消したらあのなんていうのこれどっちかがおろコーデなんだって思われるからやめとこうって。 イイエーイってなりました家族全員緑好きなの私も別に緑がね、ま、一番好きですっていう感じではないんですけど私はねちょっとここだけの話黄色が一番好きかもしれないけど緑も好きですだけどみんなそうでも好きな色ってなかなか分かんないですねどの色も魅力があるから3月なのにこの間あげてしまった 昨日あげましたあとあの宮脇さくらさんのブランドのコスメメイク動画をあげましたここだけの話そうここだけの話黄色が好きなんですけど緑も好きです <laughs> そうだしなんかそうそうそう、まあ、全部の色が嫌いな色とかもないんですけど はい、うんないんですけどねそう服着る服とかは何色が好きとか帽子は何色が好きとかカバンは何色がいいとかでも普通に単純で好きなのは黄色明るいから <laughs> そうだけど結構いろんな色は好きです何色でも好きあいにゃんさんのおじさい確かに 黄色と緑そうですねそうだから好きなんですけどうんそうそう黄色も緑も大好きだしみんな好きなんだけどまあみんな好きです <laughs> みんな好きです 原色好きなんだね。原色もパステルカラーも全部好き。だけど、あの自分に似合うんだろうなって思うのは原色だから原色を言うことが多いです。そう、そう服とかだったら私は圧倒的にベージュ茶色が好きです。<laughs> 茶色が好きなんですけど、まあそうやってもう各分野ごとに好きな色が全然私は違って。 大変、まあ、みんなそうだよね奇抜な服が好きな人もいれば落ち着いた色が好きな人はいるさらちゃん定期的にお皿をやってお皿をそうだねもう問題何に出そうかって感じや僕はオレンジが好きオレンジもいいよねわかるさらも一っとき小学生の時めちゃくちゃオレンジ好きだった。 なんかオレンジってなんか単純じゃなくて強い色だなと思ってなんかそういう理由で好きになった気がしますあとねテニスのユニフォームがオレンジだったんですよその時で好きでしたそう赤とかはもう単純で強い色って感じでだからといって爽やかなブルーとかもまあ爽やか単純だなって思ってなんかそういうなんか自分の頭の 脳みそがぐるぐる回ってあオレンジって思いましたもう <laughs> それ毎日そんなことばっか考えてるからやばいですヤヒコちゃんの私服見てみたいヤヒコちゃんの私服うんやひの私服えでもなんかメンバーの私服忘れちゃって <laughs> なんかメンバーと会う時ってその遊びに行く メン,バーメンバーと単純に遊びに行くためだけに会う時メンバーとご飯を食べるだけのために会いに行く時はメンバーの私服ってわかるんですけどでもあんまりそういう機会なくてそう例えばこのレッスン終わりにご飯に行くとかあのなんとかなんかのことをやったなん,かなんていうのかなあの お仕事があった後にに遊びに行くとかお仕事の前に遊びに行ったりとか結局私はねそうだからそうってなるから普通の私服って何なんだろうって思っちゃって難しいだってしかも私服って言ってもおしゃべり会の私服だとみんな気合い入るじゃないですか。気合い入るしそのたために買ったお洋服が 多いと思うんですよみんなそうおしゃべり会のためにお洋服を買ったメンバーが多いと思うからそれは本来の私服なのかなとか思ったりして本物の私服はなかなか見たことないですなって今思ったハッダありがとうございますヤヒダサそうヤヒはダサくないですよヤヒはめちゃめちゃおしゃれだと思うヤヒはめちゃめちゃおしゃれでしょおしゃれっていうか 色をちゃんと使ってるイメージちっちゃいもんはよく遊ぶから制服わかるんだけど個性的個性的っていうか本当トありがとうございますヤヒはねどうなんだろうなんかどこで手に入れたのかなっていう色とか <laughs> そうでもめっちゃ可愛いと思う小物が可愛いいヤヒそう 大変だよね、おしゃべり会の服装とか。いや、大変というか、もう逆にそこでお洋服を買ってるから。<laughs> だから、めっちゃ、いい。綺麗だよっていうゲストありがとうございます。友達のレイニアさん友達のレイニアさんは、えー、レイニアさん確かにわかんないかも。先輩は特にわかんない。 テラピーは、テラピはあのめっちゃ遊ぶから分かるんですけど、テラピーはね、めちゃめちゃワンピースとかが多い気がする。お花柄とか。かわいい。ダサいの副部長。<laughs> ダサティそう、副部長は、実は副部長めちゃめちゃおしゃれですよ。ナナミめちゃおしゃ。<laughs> ナナミはもうお姉さんっていう感じの私服をしてます。なんか、 ミニスカとかは絶対に履いてるところ見たことない <laughs> 見たことないしあのやっぱミニスカというかお姉さんって感じやからロングスカートがめちゃくちゃ似合ううんめっちゃ似合うめちゃめちゃ似合うはるるんはやっぱピンクなのかなはるるんはピンクもあると思うけどなんかガーリークな感じのファッションそうそうテラピーもガーリーなんだけど。 はるかはねどうだろうはるかはるかはねすごいワンピースなイメージそう私は似たような服を何着も買って着すすことが多いです私もそのおしゃべり会のために買ったお洋服はそのお洋服が主役になるようなお洋服が多いんですけど普通に 自分が、あのー、普段使いで使えるそうだなって思うやつは絶対的にあの着やすいっていうか何て言うんだろういっぱいどんな組み合わせもできるような服が好きを買ってしまうそうなんかこれ昨日例えば昨日はないけどこれ先週も同じの着てたよねって思われないぐらいのお洋服が好きまあ思うけどね。<laughs> 思うけど何て言うんだろうまあまあ主役にあんまならないお洋服を買っちゃうかも着回しができるのでだけどおしゃべり会の時とかはちゃんとファミニスカはミニスカ博メンバー教えてくださいえ真面目に言うとあんまミニスカ博メンバーはあんまりいないんじゃないかなうんなんか今の流行り的にも何て言うんだろう 今はなんなんてパンツが流行ってるズボンが世間的にというか一般的にっていうか何て言うんだろうこの世の中 JK とかが私服できるのがなんか足が長くなるズボンとかを履いてるそうメンバーあメンバーじゃない人が多いからどうだろうミニスカあ部長は確かにミニスカ多い。あゆ太郎さんはもう本当に美脚だから。 もうねやばいっすよねミニスカを確かにあゆ太郎さんだわあゆ太郎さんですらはかぶり物が似合いそうかぶり物大好きですそうかぶり物大好き <laughs> 帽子好きなんですけどね帽子そうここにある ミニスカで釣ってください、ね、まあそうおしゃべり会とかになったらみんなミニスカとかもいいけどミニスカって結構普段履くことはなかなかないんじゃないかなお友達ともあ遊ぶ時もあんまりね履かないしそう持ってはいるんだけどおしゃべり会とかになったら履く可能性があるミニスカが流行ってほしいね。 ミニスカ流行ったら確かにミニスカみんなは,はくんじゃないかなどうだろうおしゃべり会した見えないじゃんねそれもあるそうです私は JK なんですけど帽子好きそう帽子私も大好き帽子好きです帽子好きそうそうだからねみんなの私服って何なんだろう分かんない そう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 29日の余興って何公園ですね29日は楽しみ公園ちっちゃいもんと山ここどっちが先だちっちゃいもんかそうです 昨日も可愛すぎて緊張しました嘘じゃんありがとうございます <laughs> 私はそうですねもうめっちゃ画面だからかなめっちゃおしゃべり会はまだ慣れないよなんて読むのこの歌今日のピン留めはシナモンそう二十九日知り合いがい でえ、知り合いが行くと言っていて羨ましいです。待ってますって言っていてください。<laughs> 今度ガタ姉さんから被り物借りてやってください。いや、やってください。ガタ姉さん、めっちゃ持ってるもんね。借りようハートありがとうございます。ちっちゃいもんと山ここどっちが先がいいえー。山ここ <laughs> なんか？山ここはもうなんていうの？ いいどっちもねパフォーマンス大事なんですけどちっちゃいもんの方があのもうちょっと、うん、安心してる <laughs> そういうことじゃなくて山この方がマジで疲れるんですよ踊る量が多いしで <laughs> ちっちゃいもんもあのいっぱいなのね跳ねるのちっちゃいもんのダンスとかそう楽しい感じで「えい!」ってやるからそっちのテンションにも ワわーってやれるのが後かなって <laughs>。では次の日29日は多分山ここが後。なので気合いでいきたいと思います。ファッションはいつ頃から興味持ちましたかえ、ファッションは、ファッションえ、もうマジで最近です。そう、あのね、もうなんだろう、ママとかが、 あの服を選ぶ、選んでたんですよ、ずっと中学校一年生とかもうマジでもうね。中学に入ったらもう制服と体操着。だけだから。服、そう、思った以上に自分って服持ってないんだなって、私 N. G. T. に入って思ったんですよ。山ここは安心できない、安心できないですよ。<laughs> 山ここは安心できないです。動線とかも。間違、一個間違ったら取り返しつかないし。 そう記憶っていうか何意識とか飛んでたらもう終わりだしそうなんで安心できない <laughs> そうハードだからそうだからまあでもどっちでも嬉しいんですけどねもうやれること自体が嬉しいから楽しみ9月多分ラストだよね私たちの公演私が出る公演 29日久しぶりにお皿と会うので今から緊張してるえありがとうございます待ってまーす両方とも投資リハすするるんんでしょ山ここはするんじゃなないかなちっちゃいもんは投資ではなくて全体って全部確認するんですけど曲でやるのは全部じゃない気がするでもちゃんと確認します「この振りは」とか。 なので大変 <laughs> さあみんな来てくださいね。ドキ時名生のせとり決まった決まっても決まってなくても言えるわけがございませんのでもうその件に関してのあのコメントはやめてくださいね。読まないよ。あの来ても。おじやの商店街のなんとか洋服装店 わかんないわかんないわかんない去年の研究生公演の振り返りが来るいつにするかすごい29日公演入ります楽しみです楽しみ待ってまーす言ったら消されちゃういやほんまやで <laughs> なのでねだしほにねまだわかんないので是非ね楽しみにしててください29日落選ですあー 悲しいみんな来てくださーい待ってます見てください DMM とかでもとかでも DMM でも待ってますねドキドキする山古賀公園は特にビンゴからのラストがめっちゃあわかるあのね最終ブロック最終ブロックに入ると結構楽しんで安心してる <laughs> だけど、あのソロ曲とかあと4人のあの、めっちゃダンス踊るところとかあとノエさんと2人でやるユニットとかもめちゃ緊張 <laughs> めちゃ緊張してるんだけどそう、でも最後のブロックのとこはめちゃくちゃ楽しい「ゆうちゃんの生誕はいつになるんだろうねゆうちゃんの生誕は」でも どうだろうね生誕。ねメンバーがね、決められるわけじゃないので、ねその点に関して、私も発表されて知ったので <laughs>、そういうメンバーも多いと思うんですけど。ね次は、ヤヒの生誕があるのかなヤ日の生誕。ね楽しみましょう。 快速楽しいそうずっと緊張してきずっと緊張してるっていうよりかはあの気を抜けない,いやどこも抜いちゃいけないんだけどそうあのどこもね抜いちゃ気を抜いちゃいけないんだけどあの何特に4人のねところとかもう特に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 ,特に緊張です。 そう私もね発表されてから知ったとかあおちゃんとかもそうだったと思うけど「私の生誕ここなの?」みたいな感じ <laughs> だったのでマジでびっくりですよねでもま知ってる人もいると思いますこの日生誕発表いつかなみたいな感じでそうなのでですね全部楽しみにしていてほしいなって思います こんばんばは次は次投げれないあー生誕祭でも本当にねヤヒの生誕が次この次の次の10月に入ってからの公演でドキドキですゆうちゃんユニット一つだからまだなのかなわかんないヤヒの生誕もシくらと山ここそうですね <laughs> 誰もる <laughs> か<春日>村 <laughs> 大丈夫かなぁ <laughs> さらちゃんの生誕の後で部長じゃなかったねあ、部長ね、部長の生誕ねいつなんだろう部長もいつかな、いつかなってずっと言ってたんだけどでもね、ないことはないと思うんですよちょっとさ、アイロン片付けます誰が決めてんのかな売店のお姉さんかなはい、絶対に違います <laughs> このペースかららしたら11月になりそう,そうですね10月は結構忙しいですね NGT が <laughs> 平日はなかなか投げれないねでも土日あるからね土日と平日あるのでぜひね土日と木曜日あ違う水曜日おいしいったっけ えー、どういうことダジャレですダジャレを言ってますが部長決まらなくてあらぶってた <laughs> そうだよねそう部長そうそう <laughs> サラの生誕生スピーチよかったありがとうサラちゃんサメカツラに乱入して好きだよサメカツナなんだっけ ラブタリー「火曜だよ弥彦のは弥彦の生誕ね」え、でもね生誕があのー、結構あのー、平日なのは結構ね理由があると思うんですけど2回公演の時で、多分ねあの私は言ってないんですけど結構なんて言うんだろう平日にしてくださいっていうメンバーも多いみたいでそう。 2回公演がしんどいからとか、まあ、土日でやってるメンバーもいるんですけどそう土日でやってるメンバーは自分が出てもしくは自分が片方出てない公演とかでもまなひな夢のちっちゃいもの,の時は寺ひなにこう4公演ほぼやってまったんですけどその理由だと思います。あの その後にまたその生誕祭のねセレモニーとかがあるから結構体力がねあの4公演でなったら持たなくなっちゃうっていうのであの結構あのなる場合もあるんですよ。そう多分わかんないけど私はねた私は頼んでないよ <laughs> 私はでも平日だったんですけどでもそれを配慮してくれたのかなわかんないけどね あそう,あそうみんながね時間遅くて大変だっていうのもあるんですけどそう結構ねいろいろそう,そう自分サラは頼んでないけどそうやって言うメンバーもいる本当ににんていうの休日だと2公演でプラスセレモニーはしんどいですみたいな感じになっちゃうからまあ確かに。 し,しんどいよね <laughs> しんどいんだけどそういうのがありますねそうわかる新幹線の時間はね本当に <laughs> ごめんなさい <laughs> でも全然もうそれだったらもう <laughs> わあそれはもう マミムメモの公演行ってみたいのでさらちゃん出演公演と組んでくださいどうしようかいやーでもさマミむめモンとの公演好き <laughs> だからいつかあるんじゃないかなそうだよね3時間近くになるかそう3時間ぶっ通しで 出ててるのってすごいいね大変みたいでそうだしあのその後にねまた一番大事な生誕祭ってあ全然4公演2公演あるのはいいんですけど全部出演でもいいんですけどその後に生誕祭セレモニーがあるのがそこでね一番何て言うのを綺麗にさ保っっててたいっていうのがあるじゃんだからこそなのかもしれないし。 理科姫さんとかいやもう理科姫さんとかも限らずあの結構みんな思ってるかもしれない一公演にしてもらいたいなんでなんでスピーチはどれぐらい悩んで考えたのスピーチは本気で考えてないです考えてたのはあのー、なんて言うんだろうちゃんと感謝を伝えるっていうのととかは考えてたんですけどぜ全然それぐらいしか考えてなくて 長すぎた <laughs> こんばんばはアフタートークねアフタートークはもう本当に楽しい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 って感じ。さらちゃんの後ろにある新しい鳥鳥そぼろですが違いますこれはあファンの皆ファンの方にもらった大事なパジャマです。<laughs> やめてください鳥そばら考えてなかったですスピーチは考えてないっていうか,なんか考えてたとしても言えないだろうなと思ってそうで手紙に書くっていうのもなんかまた違うなと思っていやいいんですけど手紙に書いたら私そういうのどんどん言葉出てきちゃうんで手紙どうせ読まないだろうなと思ってなのであの普通に。 <laughs> ねいろんな方向に飛ぶんですあそういう飛ぶじゃなくてまあ何でもいいんですでもあのすごい気持ちを伝えられればいいなと思ったらありえないぐらいの長かったみたい自分もさらちゃんの生誕さえ泣いちゃいましたああほんとありがとうごめんありがとうさらちゃんクロスワードは得意ですかああののー、多分、あのー 1一桁回ぐらいしかやったことないぐらいやったことない <laughs> マミー生誕祭見た見たんじゃないカエリちゃんの生誕祭とても感動しましたあらよかったジロサちゃんはないさかな寝てた <laughs> 寝てたくさ確かに長かっただがそれがいいありがとうこんばんはこんばんは がっつりいや全然がっつりね手紙に全部もう気持ちを込められるらいいんですけど私はもうどんどん違う話するなって思ってまあ増資するんだったら書かなくていいかなと思って書きませんでしたいや手紙に書いてきたのめっちゃいいと思います「やひだ」って書いてたし去年の生誕祭そうだから別に私がって話ですからねあくまで あくまであすごい眉毛眉毛なかなか度胸がある私度胸度胸はない <laughs> 僕だったら手紙に書くないやそうなんだよサロも手紙に書こうかなとか悩んで私めっちゃ命に相談したんですよ生誕祭って どういういいいスピーチをしたらかいいかなとかそうしたら何でもみなちに聞いちゃう人なんですけど生誕祭は特にあのやったことがなかったからあの参加をしたことあるんですけど私が主役じゃなくて他のメンバーの生誕祭に参加をしたことあるけど自分が主役になったことはないということで <laughs> めっちゃみなちにこういうのって手紙書いた方がいいんかなとか思ったけど。 さら,さらその場で言葉出てくるから書かなくてもいいんじゃないみたいなそんな感じの話し合いからじゃあ書かなくていいかってなってぶっつけ本番になっちゃいましたそう眉毛ポーン2期生はほとんど初生誕いやそうだよね生誕したことある子の方がもう何 唯一じゃななくてなんか名前まあ何でもいいや <laughs> ゆかちゃんのゆかさんの生誕祭スピーチ長いから卒婚は1時間ぐらいスピーチするのかな誰か倒れちゃうよ <laughs> でもそれぐらい伝えることがあるっていうのはすごく素敵なことすげえなテラピーのスピーチは短めだったいいのよ気持ちが伝われば短くても長くても。 んででもいいんです。気持ちが伝わればね短いとか長いとか言わない美しい涙でみんなの心が浄化される素敵な生誕祭になりますようにさら<ラ>終わったよー <laughs> 終わったよー生誕祭 <laughs> もうやったよーそれでよかったと思いますよだってありがとう。 29日プレゼント持ってくねだってありがとうございます長さじゃうん長さじゃないのよ端的に伝える子もいれば私みたいに脱線ばっかする子もいるんだからねえ脱線の嵐でしたもん何喋ってんだって自分の中でも思ってたんだけどメンバーもいろんなとこに行ってたねっていうぐらいいろ <laughs> そうだからね伝えたんだ 長さじゃないアフタートークの時間があればよい,いやマジでねごめん <laughs> まあまあまあ長さじゃないうんうんこうやると眉毛になるそれが良かったよありがとう快速列車が脱線したのそう ただでさえ早いのに音波ありがとうございますさらちゃんの生誕祭すべて最高でしたありがとう素敵なスピーチだったよさらちゃんらしさ全開でありがとうございます嬉しいさらさインスタのリール投稿してみたいんだけどさどんな動画を上げればいいんだと思うみんなリールって知ってるインスタのそう動画なんだけどさ TikTok をあげるのもなーって思ってるんだけどまあ見たい動画があったら言ってください何でもいいですまあ、やるかやらないか私なんですけど <laughs> そうわかんないですよね私もわかんないんですよだけどなんかそうわかんないんですけどだか,らわかんなくてでもやっぱり自分を広めるためにはそういう流行りのものにも手を出していかないと。 っていう気持ちが出てきたので <laughs>。なのでね、めっちゃ今調べてるんですよ。よくいろんなね、人のリール投稿とか見て。まあでも頑張って考えて、いや、知らない方もいると思うんですけど。そう、なんだけどね。リールは TikTok と同じ感覚ではない。いや、TikTok と同じ感覚なんだけどさ。 ノリ <laughs> がはやりにのいやなんかはやりに乗っかるっていうかはやりに乗りたいっていうかねなんかやっぱいろんな人に自分を知ってもらいたいなっていう思いがあってそういうのにはやっぱはやりっていうか流行ってるものに乗っかるしかないと思って考えてるんですけどなかなか案が出てこない。そう 一回だけ投稿したことあって韓国で流行ってる感じのなんかお顔をはめるやつをやったことあるんですけどそうそうそうなんだけどさどうやって手出していけばいいかわかんなくてねえ, <laughs> ねえどうなるんですかねわかんないんですけどまあできる限り流行りにあの買って流行りに。 いっぱい知ってもらえるように頑張りますそうめっちゃなんかリールはもう流行って感じじゃないかなあそうなのなんかさリールかなんかなんとかなんとかみたいな感じですよね流行りに乗るなお皿流行りを作れ流行りにね私には法則がある流行りに乗ってきた人が有名になって流行りを作るんです なのでね <laughs> 流行りを作れる人間は流行りに乗ってきた人間なんですだから信頼があるし <laughs> っていう有名になったこともないものが言っております今までさらちゃんが乗り遅れた流行りはえもうだいたい乗り遅れてます <laughs> だいたい乗り遅れてるしなんなら今今じゃないですか今まではやっぱ高校生 JK とかが流行りを広めてきた広めてきた人間じゃないですか流行りを作ってる人がいる大元の人を流行りに広げてったのは JK だから今そこなんですね <laughs> 今流行りに乗る世代かなって思って今なんですよ ということで <laughs> <laughs> なのでねまあ自分探してみましょうはいということでランキングを読んでいきたいと思いますランキングは横にしたらランキング表が出るので読んでいきますはいいきます13位くすんだ猫さんありがとうございます12位たっくんありがとうございます 11位たかしくんありがとうございます。10位のんのんさんありがとうございます。9位,9位かええ待って九位がみさんありがとうございます。8位たけぞうさんありがとうございます。7位くろまさんありがとうございます。6位ガーガーさんありがとうございます。5位やまさんありがとうございます。4位まるちゃんありがとうございます。 たむちゃんありがとうございます2位やすろあきさんありがとうございますそして1位イーブイちゃんありがとうございますみなさん今日もショールームを見てくれてありがとうございますこのルームをフォローしてない方はフォローしてくださいインスタグラムツイッター755メールホットログそして TikTok にもね動画が上がっているのですべての動画を動画とか画像をチェックしてください これからメールはですねたくさん送ると思うので是非見てくださいよろしくお願いします。はい、ということで9月ラストスパート頑張っていきましょうバイバーイまたねー